ジュちゃん大変だよ。大変って何が大変？新年1回目に早々ね、なんか放送でね、あのね、凄まじいゲストが大勢集まってきちゃった。すごいよね。まあでも2018年になって、もうそうか12日で、そうか。そう。初めての放送でございます。あげましょう、おめでとうございます。犬年だよ。ね、気づかない、なんか。何？犬年ってさ、ね、あのさ、来年はイノシシ年なんだよね。そうですね。あの干支でさ、はい、桃太郎の年だって知ってる？桃太郎。その前からも続いてんの。鳥、猿、犬。で、この時に政権が悪いことがいっぱい出るんだって。怖、はい。成敗されるんだって、この年は。なるほどね。あ、そういうことか。それが出揃って。来年のイノシシは経済が動くんだって、全世界。なるほど。っていう風にね、乗ってんだって、昔から。面白い。すげえなーって、めでたいのかめでたくないのか、変なことばっかり言ってるんですけど、今日のゲストさん。はい、いきなり入れる？うん。じゃあ、この大物。入れてしまいましょう。ということで、今日はですね、お三方、もっさまじいね、渋いイケメンのね、おじさまが、いや、おじさまじゃねえか。王子様なんですけども、まず、最初、サイバーコネクト2代表取締役の、松山博さん。はい、一生懸命ゲーム作っております、サイバーコネクト2、松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでいつも我らの兄貴、もう石野龍三さん、明けましておめでとうございます。石野龍三です。ありがとうございます。で、永遠の青少年、佐々木希さん、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。なんか今のちょっと紹介の仕方、なんか不満そうな顔してますね。でもな、僕と龍ちゃんと希君っていうのはこうロコモーションな仲間たちでもあるわけですね。そうね。で、松山さんのゲームにも、そう、僕ら3人が関わってるって、ね、はい、すごい。すごい。ちょっとずつですけども、バラバラで。いつはいつはスモールワールドなんですか。そんなことない。ちっちゃな世界じゃない。大きなビッグな世界じゃなくて。いや、もう本当に世の中狭い。でもね、お会いするのは初めてなんですもんね。そうなんですよね、実は。なかなかこう、やっぱ収録って、アニメの収録と違って、ゲームってこう、お一人ずつやっぱこう、ブースにお越しいただいて収録する人が多いので、皆さん、終わったらすぐ次の現場行かれてっていうので、もう次の方が待たれててっていうような、こう、入れ違いのことが多いので、なるほどね。なかなかこう、ちょっとご挨拶もできないまま、お疲れ様でした、つっても、そのまま出ていかれるので。共演者たちでさえも会わないときは。いや、本当そうですね。大体ゲームってね、みんな一人ずつ撮って、こう、バラバラで、単発で、全体像がわからないですよね。お仕事終わっちゃうなんてことが珍しくないんで、ゲームの内容でさえもよくわかんないって。あるある本当にね。さあ、それでは今日も元気にいってみましょう。セタジュン、ピラシ、のぞむ、リュウゾウ、いっちゃんのほんのりさじ加減。東京ダンスアンダクターズ専門学校のスタジオからお送りしています。
はい、ということでね、こう台本があるんですけど台本通りいかないというのがこの本当にさじ加減の悪いところで無理よ、ラジオ番組そう、ラジオ番組でね、あんたね、びっちり書かれてもねって書いた人には悪いんだけどね、多分本人聞いて後で怒ると思うねそうかもしれない。本当にね皆さん今日はゲスト来ていただいてですね、うん、皆さんそれぞれね、うん、素晴らしい告知もございますので、はいはい、まずあれですね、あの皆さんあのまず、まあ、松山さん、まあ、広瀬さんでいいですか、はいはいはい、でそれともピロシの方がいいですかこれ、まあ、あの私普段ピロシって呼ばれてますので、そうですね、まあ、ね、ピロシ社長って言われたりですね、あのうちで作ったドットハックっていうゲームがあるんですけど、そのゲームの中に、まあ、たくさんこうプレイヤーが出てくるんですよ、ね、出てくるんですけど、一人だけそのゲームの開発をやっているクリエイターがピロシという名前に出てくるんですけど、これ脚本家の伊藤和之さんが、はい、私をモデルに結局作品の中に出しちゃったっていう、あ、なるほどね、非常にうるさくてめんどくさいキャラクターなんですけど、ドットハックの中では、はいはい、石野くんどんな役だったの？それがよく思います。僕はね、ちょっとねチーマー系の落ち、まあ、そうですね、そうですね、はい、チーママ系、チーマーだよ、チーマーだそう、ちょっとなんか目つきが鋭いね、うん、チーマー系な感じの役を。ドットハックルーツというね、そう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 、あのテレビアニメがありまして、そこで、はい、あ、なるほど、そういうことなんですね。はい、え、佐々木さんも、まあ、はい、ドットハック、ドットハックもそうなんですけど、ね、けど、あの多分世の中の方は別のね、そう、はい、まあ、ぶっちゃけナルト、ナルトですよね、結構ハヤテっていうね、はい、キャラクターで、はい、まあただ作中でね、ハヤテは結構早く死んじゃうので、そうなんだ、病弱な、はい、ガラ殺されちゃうんですけど、あ、僕も跳躍だった、そのゲームの中でも、けど、結構ハヤテは強いし、あの存在感もすごく強くてですね、あ、結構プレイアブルキャラクターとしてこう出してくれっていう要望はすごく多かったんですね。なるほどね。皆さん出てて、あ、俺出てない、ごめんなさい。すいません、なんか、ね、今度一人でいじけたようなことを言ってしまいました。出させてもらいましょう。はい、ということで、あの、まあ、ピロシ社長で松山さんは、はい、はい、いいですけど、ご宣伝があるんですよね、あの、なんかこう、ど本、あ、そうそう、あ、早速言っていいですか、早速、あ、本当ですか、はい、差し込んでいきますから、あ、わかりました、皆さんの CM どんどん差し込んでいきます、ありがとうございます、はい、まあ、最近の仕事としてはさっき言ったあのドットハックっていうね、去年の11月1日にあのドットハック GU ラストリコードっていう15周年記念作品を、うん、PS4 で出させていただいたんですけど、それと実はあの同時発売で、これ本なんですけど、私自身が書いた本でして、エンターテインメントという薬という、これも今あの全国の書店で、買い求めいただけるんですけども、実はこのドットハックっていうねゲームをうち15年作ってきてるんですけど、10年前にドットハック GU っていうゲーム作った時に、3週間後にこう目の手術でね、ちょっとこう、まあ、ガンで、目が見えなくなってしまう少年がいて、まあ、その少年からその3週間後に目取っちゃうけども、まあ、お医者さんからね、もう好きなことしていいから3週間後がもう手術なんで、この3週間何したいって言われた時に、こう発売前のゲームソフトを遊びたいって言ってくれて、それがうちのドットハック GU っていうゲームだったんですね。でもちろんその彼に発売前のゲームですけれども、まあ届けに行って、実はこれ10年前の話なんで、あれから10年経って、実はあの去年私、まあ、10年ぶりにその少年とも再会をして、はい、その少年あのもう結婚されてて、またその結婚された方が、その女性もまあ言うとくしくも全盲の方で、で生まれた赤ん坊がいるんですけども、今赤ちゃん もう今2歳になってて、もうすぐ3歳になるんですけども、その娘さんと今こう親子で生活をされてるっていうことを、まあ10年ぶりに知ってですね、はい、まあ、ちょっとこれはもう本当すごいことじゃないですか。そうですね、やっぱ目が見えなくなる3週間の間に、ね、見たいもんっていっぱいあるでしょ絶対、ね、行ったことない場所とか見たい景色とかあるじゃないですか。ありますね。それでゲームソフトを、しかもね、マリオでもゼルダでもドラクエでも FF でもなくさ、うちで作ったドットハックって、まあ、よう選んでくれたなと思って、まあある種こう一つの奇跡の話なんで、まあ、これちょっと一冊の本にまとめさせていただいたんですけど、まあ、今日あの今日ここにあの実はお持ちしてるんですけども、はい、まあ、ちょっとこれ番組の後半になっちゃうかもしれないですけど、あの、まあ、このエンターテインメントという薬と、あと私自身がこうゲーム業界20年を、振り返って書きました熱狂する現場の作り方っていう本がありますんで、これそれぞれちょっとこうリスナーの方にプレゼントしようかなと。 ありがとうございます。告知するだけじゃなくてね、ちゃんとプレゼントということでね、持ってきました、直筆サイン入り、はい、サインも入れさせていただいてますんで、はいはい、そうそう、あの松山さんがね、はい、こんなに熱く語るってね、なんか分かるような気がしたのは、はい、なんか理念ちょっと読んだんですよ。
はい、もうもっと面白いことを世に出すみたいな。あ、まあまあそうですね。はい、ね、もっとこう斬新なものとか、はい、いろいろ素敵な、もう本人が人を楽しませる方向だから、ああ、いえいえ、そういうわけなんでしょうね。はい、僕今日初めて会ったんですけど、はい、まあ失礼なこと言ったら申し訳ない。いや、とんでもない、とんでもない。最初から失礼なこと言いやがれと。すみません、なんかあの、ほら、お二人いろいろと、ね、ドットハックとか、ナルトとかもね、そういう、あの、やっぱりこう物を作るって皆さんそうじゃないですか。僕あの声優っていう職業はあの僕前から言ってるんですけども、あの例えば幸福な子ばっか見てないよって言うんですよ。そうですね。もうゲームとかやる子も、あの親が例えばご両親がね、あの鍵っ子でずっと一人ぼっちでこう楽しみなくてその時癒されるとか、まあちょっとすごく悪いことは虐待されてる子がいらしいて、その子の唯一のあのなんぜ心の頼みがそういう我々の声やってるとかいう作品だったりっていうので、まあいつもあのこういうものを作る人には責任を持って作っている人のものをやった方が心癒されるっていうことを話したことがあるんですけど、あ、ワンマンショーになってますけど私ごめんなさい。だからもう聞いてしまいました、なのであの皆さんもね、この声の業務とかゲームのクリエイターの方々ってこういう思いでやってるっていうのを今日 ね、まあ、ね、皆さん正月スペシャルなので ね、はいはい、もうぶつけていただいて、皆さんもねいろいろ作品とかね作っていらっしゃるんで、ね、これからどんどんこれから宣伝していこうと思うんですけれども、あと佐々木希さん、はい、ね、あのちょっとあのもう絶対今日聞いたことはあかんですけど、はい、去年末にほら発表された幽遊白書、はいはい、ブルーレイボックスで、あれ25年ぶりに新作やるんでしょ。そうです、テレビアニメ化25周年が2017年だったので、ですよね、それであの今年2018年にブルーレイのボックスが出るんですね。そのまとめて、はい、プラス劇場版などなどを含んだ、ですよね、でその特典で中に新作アニメが、あれピエロが作るんですよね。なるほど、ね、まだ収録は、まだ収録はまだですね。じゃあまだ内容わかんないですね、内容わかんないですね、まだわかんないですね、はい、楽しみだな、ね、どんな内容になるのかな。いやー、ほんですよね。やっぱ新作でそれまたテレビアニメ化してくれないですかね。あ、それもね、それ楽しみなんですけどね。そうね、そうね、でもあのまあ25年前じゃないですか、はい、であの我々ってやっぱり声ってやっぱりほら25年前の声出せとか言われる時って どうですか。皆さん聞いてみたかったんだけど、若い時と声がキーがちょっと低くなったとか言われたりするんですけどね。あ、それはありますね。確かにあの25年も経てばあるんですけど、ただ実際に仕事の現場で25年前の声を出してくださいって言われたことはないですね。これはとある先輩があのロボットアニメ昔やってた方なんですけど、はい、そのキャラクターがまた出てきてその通りやってくれてすごい苦労なさってたんで、一回聞かせてくれるよな、まあ一回聞かせてくれる、聞いた感じを思い出して、そのフィーリングでやってって言うと、それで、あ、大丈夫です、それでお願いしますっていう、ね、雰囲気が合ってればそれで、そうそうそう、大丈夫。結構やっぱ皆さんやっぱプロだなって感心するのは、本当にこうやっぱ10年前のキャラクター演じていただく時もちょっと聞いていただいてやっていただくと、大体皆さん合わせて来られるので、うん、私も普段から思い出す、思い出すんだったんですけど、それだと思うね、一番ね、年齢によってその声質ってそんなにこういけるんだなっていう、自分は相当変わった方なので、やっぱり昔と全く同じっていうのはできないんですけど、まあ、今の考え方だ、芝居も変わるんですよね、声の出し方と芝居が変わってしまうので、あの昔のあのやり方ってってのをやるのが難しい、それがもうできなかったりする、できないっていうのはその芝居のやり方が違うので、例えば一言何か言う時も違うんですよ、昔の演技と今の演技、なので、でそこをどうすり合わせていくか、で昔の自分のモノマネになるのも違うから、なかなか葛藤があるんです。僕でものぞむくんと会ったのって80年代後半ぐらいだった。そうですね、チンプイっていう作品があって、林原めぐみちゃんがヒロインをやっていて、でそのあの内気なね少年役をのぞむくん、内気くんって言うんですけど、あんまりあのね、そう、じゃあ名前は内気なんですけども、別に内気じゃないんですよ、ね、名前が内気くんなんですよ、ね、で僕はあのちょっとスネ夫タイプみたいな感じの声はいつも大体僕は内気先生の感じ、ね、懐かしいですよ ね、すごい楽しかった、じゃあ幽遊白書 の話題も出たので、これでちょっと曲行ってみましょう、はい、幽遊白書のエンディングで佐々木希さんでアンバランスなキスをして、どうぞ。割れた鏡の中
叩くから、夜の加速度に背中押されて、人が切れるように、ただ君を君を強く泣いてた。いやー、これ僕知らなかった。え、はいはい、カバーカバーです、ね、本当のエンディングは高橋ひろさんが歌ってらっしゃる。それをあの当時だいぶ前ですけどカバーさせて、うん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 、かっこいい歌、ね、いい曲ですね。素晴らしいですね。あの高橋さんの曲とはアレンジが全然違う、うん、両方聴き比べていただけると嬉しい、うん、そう、カバーってそういう面白さがある、ね、そうですね、佐々木さんはやっぱりうっとりしますね。いい声だよね。ありがとうございます。ジャスパーティーの時も出ていらっしゃって、はい、一度ね、ね、呼んでいただいて、そうそう、マネージャーと楽しかったあの時振り付けやったのは、あれは何の曲だったっけ。あれはね、ね、あれは優位白書なんですけども、そうだよね、そう、最後のね、決めポーズを、ほほえみの爆弾だったから、ね、そうそうそう、そうですね、その時にはなんか踊ったの、みんなで、みんなで、みんなで、あのアニソンコーナーの時でね、みんなでね、その決めポーズを、あの、のぞむくんから伝授してもらって、みんなでレイガン、レイガン、そうそうそう、やったよね、懐かしい、ね、なるほどね、はい、そんな、佐々木さん、今度、はい、舞台、あ、そう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 、はい、ね、おやりになるんですね、はい、はい、あの私がプロデュースをさせていただきます朗読のライブを、朗読ライブをやろうと思っていまして、はい、スーパーボイスライブ昨日何食べたと題しましてですね、うん、昨日何食べた、はい、これがですね、面白いですね、原作が漫画なんですね、うん、今あの講談社のモーニングというところで連載されて い,、ね、いらっしゃる昨日何食べたというのがその漫画のタイトルなんですが、はい、それをですね、私佐々木望とあともう一人声優の森田正和さんと二人で朗読ライブにしてしまおうかと、うん、森田さん、はい、森田さん、料理漫画でもあるんですね、男性二人 の, あの同居というかカップルの男性2人が主人公なんですけども、料理のシーンがすごく毎回出てくるので、これを朗読ライブでどうしようかっていうので、あの面白い、面白くなるかなと作ってます、あの映像も交えて音楽も交えて、あの朗読というかね、漫画なので朗読とも違うんですよ。なんかこれをどうタイトルつけようかと思ってて、でなんかただの公演とかただのライブっていうと多分聞いた方がわからないので、はい、やっぱ朗読って入れるしかないかなっていう。でも新しい朗読じゃないですよね、なんかこういろんなのクロスオーバーしてるわけだもんね。本当にその朗読用に台本に起こすんじゃなくて、あ、もう台本には起こしますが、あ、やっぱ起こすんですよね。あの原作に非常に忠実に、ね、うん、そうはい、使ってます。なんでしっとり朗読座って聞いてねとか文学作品をとか言うんじゃなくて、もうこの目でも耳でも、なんかまああの、まあ、声も音も映像も全部一緒に楽しんでくださいという公演です。面白いですね。もしこれ原作も読んでますから、ああ、いやいや面白いですよ。面白いですよね。面白いです面白いです。あ、なんかね、こう一見するとど女性向けのなんかこう漫画に見えますけど、でもモーニングっていうのは男性、いやそうなんですよ。そうだよ、完全に青年誌ですから、不思議なところで、うん、普通に我々読んでも面白いんですよね。面白いですね、はい、でこれをずっとあの実はですね、あのさせていただけないかなと思っておりまして、あ、願いがあったんですね、大変嬉しいですね。なるほどね、はい、で場所が、はいはい、渋谷のユーロスペース、はい、ユーロスペースの中にあるユーロライブという会場で、はい、これ映画館なんですね、もう、なのでゆったり座ってご覧になっていただけるかなと思います。でチケットが4,000円って、チケットは4,000円の情報は、はい、ローソンチケットっていうのはもうね、はい、あの実はあの
2月の17日18日土曜日日曜日にですが、あのチケットがなんか1分ぐらいで完売してしまって素晴らしい なのであの急遽ですね追加公演を追加公演やるんですよね一応、はい、17よろしいですか、はい、17日土曜日の昼の部に追加公演をしま、なさいまして、で会場が12時開演が12時半となっております、はい、こちらのチケットのお問い合わせも、はい、佐々木望さんの公式サイトから飛んでいただくのが一番早いかと思うんですけど、はい、そうですね、はいはい、この追加公演のチケット発売が、うん、1月20日土曜日朝11時からありがとうございます。すいません私の声で、皆さんカレンダーチェックよ、ね、もう時期ですね。でもいや鬼ですよ、2分1分でなもう完売なんかね1分でなくなったらしい、すごい早いです、素晴らしいです、はい、なのでぜひお買い逃した方はぜひ土曜日のお昼の回ですね、うん、これからチケットを発売されますのでぜひご覧になっていただきたい、ありがとうございました。本当に素晴らしい。はい、しまった。裏で手回せないぞ、ないぞ、もう、とか言って。回せます、ね。回せるんですか。ダメですよ、そんなことここで言ったら。言っちゃダメですね。いや、すごい。もう一個、あのですね、この吉永文さんの原作漫画で、はい、あのこの公演の、まあ、一つの目玉というか、一番大きいのかなと思うのが、脚本をですね、田村由美先生が、あの、バサラとか、セブンシーズとか、セブンバサラ。漫画家の田村先生が脚本を。すごいですね。なので吉永文先生の原作を田村由美先生が脚本家と、なるほど、漫画好きの方にはとてもとてもこれは貴重な公演になるのではないかと。もうあの告知なんかでも見てますと、あの私の名前出なかったですよ。昨日何食べた朗読ライブか、脚本は田村由美、佐々木希と森田正和を入れてよみたいなそんな見出しも見ましたけど、いやいや素晴らしい、ぜひぜひ皆さんね、はい、ぜひ、はい、いらっしゃってください、ね、すぐ電話しないとまたすぐなくなる可能性があるので、はずかですね、はい、それでまたこのね、また凄まじいあのライブをやる方がもう一方、今日はね、はい、石野龍三さんというね、ヤオリュウちゃん兄貴私の方はね、1枚のチケット売るのに四苦八苦してる、そうもうね、この間買えなかったんですけど、いろんなことないですよ、私は1枚のチケットを売るのに何日かけなきゃいけないのかって、ね、いや1分の半です、ね、もう羨ましくてしょうがないんだけど、ね、何でちでちってんすか石野さん、兄貴兄貴、そうね、そうでもリュウちゃんも実はあの歌があってね、あ、そうなんです、私ね、もともと役者じゃなくて歌手になりたかったんで、そうなんですか、あの中学生ぐらいの時から人前ではもう歌ってたんですけど、まあ、それは素人でね、趣味みたいな感じで歌ってたんですで、高校生ぐらいから作曲とかしてたんですけど、挫折しましてね、ほらあのヤマハのポピュラーソングコンテストって昔あったじゃないですか、あれがねちょうど高校生の時なくなったんですよ、それでこう素人、それを目指していたの、そうでみんな素人の登竜門だと思ってそれ目指してて、僕の先輩なんかもそういう人がいっぱいいて、それでまあやってたんだけど、それが高校生の時にいきなりなくなって終わっちゃったんで、みんな路頭に迷ってね、行方知れずになった先輩もいるしねもう目標失っちゃって、心折れちゃって、でまあ僕はもう一つ好きな科学の道に行こうと思って大学行ったんだけど、4年間持たなかったんですよ、そんなリュウちゃんの曲を聞いていただきましょう石野龍三で風邪をひいたら、風邪をひいたら暖かくして寝ましょうね、君はどうして床の上に枕ひとつで寝てしまうの、ベッドだって布団だってうちにはちゃんとあるのになぜ、
君は猫舌なんだよね。石野雄三さんで風邪をひいたらでした。はい、まあ他にこれドキュメンタリーなんだよね。うん、まあちょっとうちの家族がね風邪ばっかりひいててね、それで虚弱なくせにこう寒い時期に床で寝たりとかするんで、それ見ててね、あっという間にできた曲なんですよ。これは何分ぐらい作ったの？多分曲作るのに10分もかかってた、でもそういうひらめきがこうね降りてきたのかもしれない。あっという間にねコードとメロディーがポッと出てきてできちゃったんですよ。で1曲まるまるすぐワンコーラス目がすぐできて、それで続きをちょっと考えたら続きもすぐできてって、本当にねあっという間にできた曲。声優だけのジャズパーティーで、はい、これを僕ら後ろでバックコーラスそうなんですよ、ちょっとねジャズっぽいアレンジをイメージしてたんで、そうそう、ね、そしたらお客様が私もおかゆ作ってほしい。わかります、すごくわかります、ね、いやいや僕ね料理するの好きなんで、なんか食べたい人には作ってあげたいと思うんだけど、なかなかね場所と時間がね、ですよね、はい、あそんな料理つながりなんですけど、今度の ね石野さん、そうなんです、僕はよくね食べ物屋さんで講演をやらせていただいてるんですが、来たる2月の10日土曜日から12日の祝日、3連休になるんですけれども、はい、信濃町の寿司所八千代さんというお寿司屋さんで、もう駅からすぐそばなんですけど、はい、そうですね、八千代さんというお寿司屋さんで、もう、ずいぶん長いこと何度もやらせていただいている会場なんですが、第23回公演で、語り芝居芝浜という、うん、作品をやらせていただきます、はい、落語の芝浜というお話を原作にしましてね、で私が自分で脚本を書きまして、で一人で全部やるのはまあ落語みたいな感じなんですけれども、はい、音響を使ったり照明を使ったり、いろいろとこう小細工をしましてね、ただ一人で老若男女全部を演じ分けるという、素晴らしい、で会場がお寿司屋さんなので、今回は前菜セット付きでご覧いただけるという、いいですね、で全テーブル席で、上演中も飲食可です。もう飲みながら食べながらご覧いただけるという、で、お寿司屋さんの前菜セットなので、前菜だけではちょっと芸がないので、季節柄恵方巻きみたいな太巻きとね、それからまあちょっとした小鉢で、まあ、全部で5点セットぐらいになる予定なんですが、その辺はどういう形になるのかぜひ会場に来て、確かめていただきたい。楽しみですね、寒い季節ですんでね、あったかいもの食べながら、でこの芝浜っていうのは人情話として有名な、舞台になったり映画になったりした有名な話でございますんでね、お話と前菜でもって温まって帰っていただこうかなという、そういう思考でございますよ。でですね、江戸時代が舞台の話なので、なかなかこのね、江戸の町の暮らしっていうのが皆さん馴染みないじゃないですか、それで、工場医を今回は川田妙子さんにね、ジャズパーティーを、妙ちゃんがやるんだね、やって妙子ちゃんがやるんだね、ご一緒させていただいた川田妙子さんに、工場医と言いまして、物語のね、導入というか、その江戸時代の町の暮らしぶりとかね、そういうものはこんなだよみたいな前説明みたいなことを、ちょっとやっていただいて、それをお聞きいただいてから僕の語りというそういう趣向でお届けしようかなと。なるほど。妙子ちゃんの工場医もちょっとなんか楽しみ。ね、永遠の幼女川田妙子さん。永遠の幼女ですよね。幼女。はい、幼女ですね。幼稚園の少女じゃない。幼女。幼女。電話で間違われるとおっしゃってます。先持ってこいってんだよ、あの声で終わり。ね、飲める人。飲める人だからね。いやでも龍ちゃんのその語り芝居ってのはやっぱりこれもなんか。
いろんなことがこうクロスオーバーしていて、落語とは違うしね。そうですね、うん、で僕はもともとは僕も朗読の形でやってたんですけど、はい、今はもうずっと本持たないでですね、語ってますんで、素晴らしいんですよ、うん、だからね、お寿司屋さんでやるっていう、うん、そうなんですよ、とてもね、飲食店って普通ありますか、こんな初めて聞かれるか、ね、私僕が始めたのは2012年からなので、まあまあそこそこ足掛け5年6年ぐらいやってるんですけど ね、広いスペースのあるお寿司屋さんなんですよ、これ立食パーティーができるような、あ、そうですね、広いお店なんですね、うん、天井が高くて、そこにこう、まあ、舞台というか座布団を置くような、そうですね、ちょっとした舞台を作って、まあテーブル席なので、始まる前に酔っ払ってね、ヘベレケになる人が、まあ、たまにはいるんですけど、あ、すいませんでした僕ら行った時はね、そう、僕はそのお寿司屋さんにも行ったし、あと中華料理屋さんでもね、中華料理屋さんで、吉祥寺の中華料理屋さんで、あとは、まあ、大阪公演とか新潟公演なんかではカフェギャラリーでね、やらせていただいたりとか、うん、いいあんまり劇場を使わない、うん、だいたい飲食絡みでやることが多いですね、うん、すいません、酔っ払わないようにします、ね、いいですいいです、もうね、お客様はね、酔っ払おうがね、寝ようが何していただいてももう全然空構わないんでございます。でもなんか食べながらっていうそのリラックスした感じでその聞くっていうのはすごく好き、うん、もともとね、江戸時代の歌舞伎なんかはね、一日かけて飲食飲み食いしながら一日かけて楽しむっていうのが本来のスタイルじゃないですか、ね、そ, うです、それが西洋スタイルのこう飲食禁止になったのはもうずっと後のことなので、ね、よくほら映画館とかでもってさ、おせんにキャラメルって売ってくる、そうそうそう、ポップコーンとか、そうそうそう、だから本来はそっちなんだけど、うん、今はね、食べないっていうことがマナーになってますけど、うん、僕はまあそういう意味では原点回帰みたいなね、うん、はい、お問い合わせはどちらでしたっけ、今もうネット販売をチケットメインにしておりますんで、はい、公演のオフィシャルサイトがあるんですが、はい、分かりやすいのは私のオフィシャルフォードサイトから行っていただくのがいいかなと思います。石野龍蔵って打てば大丈夫です。石野龍蔵極楽研究所って極楽研究所と打っていただくと、はい、上の方に多分ヒットすると思いますので、はい、それでご覧ください。いや今日はね、もうね、いきなりね、もうね、正月拡大スペシャルで、ね、今ふとね思ったことがあったんですけど、うん、まあ松山さん本出してるじゃないですか、はいはい、でみんな語り部じゃないですか、はいはい、松山さんの本を朗読してみるって、はいはい、とか一回やってこういうのやってみるの面白いかなとか思ったりするんですよこうそういうのもありかなと思って、うん、僕朗読の演出やるときにたまにアホなところを差し込むときがあるんですよ、うん、例えば消火器 の、はい、説明書を感情込めて読ませるとか、なるほど、その薬の効能がよやりやる時々やる あとちょっとね、本当はあんまり大きな声言えないんだけど、はい、R18 エロい小説をエロいとこ抜きながら読ませるとかやったんですよ。だからこの松山さんの本もみんなで朗読してみるっていうのがあった。はい、ちょっと変なこと言ってしまいましたが、はい、今日はどうでしたか皆さん。もう終わりでございますが、楽しかったです、ぜひぜひこれからも、はい、今後もいらしていただいて、はい、皆さんに暴れて、ね、はい、ご活躍していただければ嬉しいかなと思います、拡大詰め合わせスペシャルだったんですけど、はい、なんだかすごいことになってしまいましたが、はい、はい、ということでインフォメーションお願いします。はい、東京ダンス&アクターズ専門学校の諸岡のぞみです。ほんのりさじ加減では皆さんからのお便りを募集しております。メールアドレスはさじおた @yahoo.co.jp さじおた @yahoo.co.jp です。よろしくお願いします。さて2018年、いい年にしましょうね皆さん。お願いします、はいはい、それでは次回までほんのりさじ加減、ほんのりさじ格言、抜けないトンネルはない。それでは今日はこの曲で、ラジオスターの悲劇。 Welcome to tonight's program. This evening we present a great lineup of your favorite talent. Yes, we have gone to great lengths to find out who you want to hear. We've searched the length and breadth of the country. And here we go with tonight's first talent. All right.
charge you only while I spike in 52. Lying awake and tuning in the new. If I was young and dead.